お腹周りの脂肪が取れにくい、冷えやすいし硬い、そういった方におすすめな、立って腰振るだけの腹筋絞りを紹介します。お腹の脂肪が取れにくい人は、脂肪と筋膜が歪んでしまって脂肪が取れにくいんです。今回は腰振ることで脂肪と筋膜が剥がれやすくなって、お腹の脂肪が柔らかくなり、燃えやすくなります。1種目20秒なんですが、今回パターン分けて5種目紹介します。5種目全部行うことで、1分40秒で腹筋600回分の効果があります。有酸素運動効果としても高いです。日頃息が上がる生活をしてない、心肺能力が低い、体力がない、そういった方も一緒にこの心肺能力鍛えられるんで頑張ってみましょう。マイペースでいいです。今回全部立ったまま行います。足が弱い人はできればちょっと膝曲げると下半身の強化で代謝も上がります。でも足辛いよっていう人はたまに伸ばしてやってください。同時に下半身も鍛える代謝上げちゃうぞっていう人はしっかりしゃがんでかかとも上げたままやると効果的です。私は中級編、ちょっと膝曲げたバージョンで行っていきます。まずはスマホ片手に体を動かすんですが、腰が一緒に動かないように骨盤安定させて腰から上だけを動かしていきましょう。スタート。できるだけ小刻みに動いた方が腹筋が早く使われます。骨盤安定させて手を振るっていうか体を振ります。お腹の肉を絞りましょう。 OK。 今度は腰を反対に振ります。でんでん太鼓のように上半身とか反対側に腰を振ることでさらに絞れます。行きましょう。スタート。さっきよりも早くね動けると思います。お腹の脂肪を絞ってください。膝伸ばしたままでもいいですよ。うわ、 OK。 うわー、食後はこれは危険ですね。空腹時がいいですね。骨盤を安定させた状態で肩を右左動かします。体はしっかり真横をキープしてください。このまま右左って体を動かすだけ。これを小刻み、これでね外腹斜筋内腹斜筋が使われます。できれば早く動いて、ちょっと膝曲げる人はこんな感じ。OK。 汗出てきた。今の動きに倒した方の足を上げる、倒した方の足を上げる、こういう感じでね動きましょう。膝曲げとく人はこんな感じ。これでさらに腹斜筋を絞れます。いきましょう。あと、こういう感じ。もう襟巻きトカゲのように、しっかり体真横をキープして中引っ込めると体のラインが良くなります。おお、きつい。 OK。 うわー、絞れる絞れる。さあラストはスマホを置いたまま中腰で足開いて手を横、この手を前に伸ばした方の腰を前に出す。こういう感じでウエストを絞っていきます。ラスト、いきましょう。スタート。こういう感じ。手をね早く動かすと下半身は勝手に動くと思います。体をまっすぐにして、おお、お腹引っ込めて腹筋使って、くっ、効く、うわ、いっけ、うわ、たった1分40秒のメニューでしたけども、お腹周りの脂肪取れにくいっていう人はねこれを毎日やってください。毎日やっても1分40です。お腹の脂肪を揺らすことで筋膜が剥がれて燃えやすくなりますんで頑張っていきましょう。やった人はコメントください。